それでは会見始めます。はい、おはようございます。それでは定例の会見を行いたいと思います。まず発表事項が一つあります。資料をお配りしてますけれども、和歌山800と大阪京都奈良エリアとのタイアップ企画であります。これサイクリングのモバイルスタンプラリー、和歌山県内でやっておりますけれども、これを大阪京都奈良にもスタンプラリーのポイントを置きまして、それとのコラボをして商品を差し上げたいということで、サイクリング和歌山県力を入れてますので、より広域でファンを増やしていきたいと、こういう趣旨で行いたいと思っています。それから話題事項2つございますけれども、9月の21日に次世代エアモビリティ空飛ぶ車の実証飛行と乗船イベントを行いたいと思っています。天候不順等の場合は翌日曜日22日に延期するということで、2日間の予定を取っておりますので、ぜひご取材をいただきたいと思います。でこれもこれまで会見でお話してました通り、なかなか型式証明とか対空証明取れないものですから、あくまでも国土交通省に許可をお願いする実証飛行という形になりました。従いましてお約束していた私の同乗は不可能ということになりましたので、見送りに行きたいとは思っておりますけれども、ぜひご取材お願いします。現在大阪・関西万博でまだ商用運航についてはですね、JAL さんとか ANA さんのグループは諦めておられないようでありますので、その辺も期待したいと思いますけれども、和歌山県はあくまでも大阪・関西万博が終わった後商用運航に資するための離発着場を整備したいと、こういうことです。で、離発着場を整備することによって運航主体がご利用いただいて商用運航につなげていきたいと、そのために今IHI さんとか長大さん、南海電鉄さんと、共同して、こういう実証の実験をしていくと、こういう趣旨でありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。これが1つ目。それから2つ目の話題事項ですけれども、第49回の全国育樹祭、これが実行委員会という形で設立総会を行います。合わせて第1回の総会も行いますので、8月27日ぜひご参加をいただいて報道をお願いしたいと思います。もう2年に迫っておりますので、しっかりとこれから準備をしていきたいと思っております。私からは以上です。それではご質問をお受けします。日刊工業新聞の富井です。すみません、ちょっと発表事項なんですけれど、外なんですけれども、昨日ですね、宇宙ベンチャーのスペースワンがカイロスロケットの打ち上げを12月にも打ち上げるという発表されました。この発表を受けて、知事の受け止めとですね、今後の和歌山からの支援などのそういったあり方、方向性について教えていただけると思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。昨日私も参加しておきましたけれども、宇宙シンポジウムイン串本ということで、スペースワン社の遠藤守取締役から12月何日ということは今後詰められるということですが、12月には打ち上げの準備をしたいという発表がありました。県としては大歓迎をしております。しかもその際、会場で遠藤取締役の方から、いわゆる自爆装置がですね、発動された経緯等ですね、今回衛星が軌道に打ち上げられなかった理由についての詳細なご説明がありました。それからそれに対応してそこを改善する改善点についても詳細なご説明がありましたので、かなりの角度でですね、確率で今回は成功をしていただけるのではないかと期待も高まっております。なお12月、日にちが決まりますことも前提ですけれども、前回同様ですね、県としては見学の場所、基本的に2箇所有料の見学場所を前回作りました。それをベースに考えておりますので、渋滞対策は厳重にしたいということを考えています。それから3つ目はですね、いわゆる、海の空もそうなんですけども、陸上もそうなんですけども、警戒区域に入らないでくださいっていう広報をですね、かなり早めに前広にやっていきたいと
というふうに考えております。前回1回目の打ち上げが延期されたのは警戒区域内に船が侵入してきたようなこともありましたので、それは広報を通じてですね、事前の告知をしっかりとしていきたいと考えております。なお前回いろいろ学習することもありましたので、おそらくロケットの打ち上げの見える場所というのがですね、かなり広範囲にありましたので、例えば串本町さんとか那智勝浦町さんが町独自でですね、いろんなお考えがあるかもしれませんので、その辺も含めて今後あくまでも協議会、下福知事がトップの協議会でご決めいただくことになると思いますので、対応の詳細は今後前回のベースにしながら改善点をしっかりと作っていきたいというふうに考えております。その他ございませんか。どうぞ。 NHK の小谷です。先ほどお話ありました空飛ぶ車の実証飛行のイベントに関してなんですけれども、少し知事からもお話がありましたが、県として今後この空飛ぶ車に期待することと、万博後のことでも構いませんので、県として今後この空飛ぶ車どのようにこう、運用といいますか、県として支援していきたいかみたいなお話をお願いします。はい、これはですね、あくまでも運用主体は、今ですと JAL さんとかアナさん、あるいは丸紅さんというそういうところが運行主体になっていくということで、県が運行主体になるわけではありません。ただ離発着場を整備するのが我々の仕事だと思っていまして、離発着場を整備することで、商用運航のですね、場所に起点にしていただきたいと。それを、今回実証運航する中で、適地というのはどこにあるのかということを今回串本でやりますけれども、いろんな海岸沿いであったり、できるだけ人家がないようなところでですね、和歌山県内いくつか適地があると思いますので、そういうところを今申し上げました IHI さん、長大さん、南海電鉄さんと協力しながらしっかりと見つけていきたいということで、あくまでも離発着場を整備することで商用運航を進めていきたいと、そういうふうに考えております。離発着場の整備によって県にどんな効果がもたらされるっていうところで期待されてますか。はい、まず一つはですね、観光の面でですね、とっても関空から直接ですね、空飛ぶ車で観光地に、和歌山県内の観光地に来ていただくというようなことが、最も最初のトライアルだと思いますし、また災害の時にはまさに能登と同じように、孤立集落が出た時にドローンも使いますけれども、もし空飛ぶ車がその段階で商用運行されていて安全性が確認されていれば、空飛ぶ車もですね、災害対応が可能だということですので、その辺を睨みながら、応援していきたいと思っております。ありがとうございます。あとご質問がなければですね、追加で台風10号が、来ております。少し西側によってスピードも遅くなってますけれども、いずれ日本列島を横断するような予測がございますので、県民の皆様に県の防災アプリっていうのがございます。和歌山防災アプリ、これぜひインストールしていただいて、かなり細かい情報がタイムリーに適宜ここにアップされますので、ぜひこの防災、私もずっとこれ見てるんですけど、和歌山の防災アプリをご活用いただいて、できるだけ早め早めの避難に心がけていただくように県民の皆様にはお願いしたいと思っております。その他ございませんか。よろしいでしょうか。それでは会見を終わります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。